神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷浩史です。モス小野大輔です。小野くん、そういえばさ、前に馬娘やってるって言ってましたけど、今も続けてんの？モチですよ。ま、あ、もうそうなんだ、モチなんだ。もちろんですよ、今なんだったらもっと盛り上がってますから、ね、そうなの。はいはいはい、秋から冬にかけてのね、もう重賞祭りですから、はあ、はいはいはい、 G1 がいっぱいね開催されますからね。おう、それと同時に馬娘も盛り上がっております。はい、そうなんだ。やりまくってます、はい、やっぱあれですか。なんですか、小野さんぐらいになるとはもう、やっぱ課金額もすごいですか。はい、そうですね、すごいですか。はい、まあ、あのリスナーが引くと思うんで、絶対に課金額言わない方がいいと思いますけど、いくらぐらいですか。月ぐらいですね。どうしました、普通でしょ、普通普通。いやだってね、今課金し時なんですよ。なんとあの SSR 北三ブラックがガチャでピックアップに今なってるんですよ、はい、出現率が激上がってるんですよ。はい、出ました出ました出ました。そう、僕課金ゲームってもうやりましょう。チェーンクロニクル以降全然やってないもんね。チェーンクロに続く、はい、やりましょう。ちなみに馬娘、これはもう引くと思うんで、リスナーが引くと思うんで絶対言わない方がいいと思いますけど、ですか、あの合計金額いくらぐらいですか。合計金額ですか。それはちょっと僕も把握はしてないですけど、推定でいいですか。はい、ということで、僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第764話 SSR 北さんブラックボー来たー、用途つきたー。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷浩史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いた普通を紹介しましょう。はい、こちらてってれ番長さんからいただいてます。はい、神谷さん、小野さん、こんばんは。はい、EJ アニメホテルでデュラララコラボルームに宿泊してきました。はあ、お二人が演じる折原いざや平和島静雄が出迎えてくれるコラボルームは、部屋の中に等身大パネルや標識があるという非日常空間で、入った瞬間からいろんな意味で圧倒されました。神谷さん、小野さんのサインが室内にあったり、たくさんの取り下ろしボイスが聞けたりと、チェックアウトの時までとっても楽しかったです。お二人がイザヤとシズオを演じられてもう長いと思うのですが、新しく収録した時の心境や裏話などをよければお聞かせください、ということでいただいておりますよ。はい、そういえば久しぶりに声収録しましたね。やりましたね。ね、久しぶりに大きな声を出しましたよ。いやなんかね、久しぶりにやる役ってちょっと不安もあったりするじゃないですか。そうね、あの声になるんだろうか、あの時の芝居になるんだろうかって、はい、結構すんなり慣れたかなって僕は思いました。なんていうんですかね、特になんですけどデュラララは、やっぱスタジオのあの空気感と、相手よりも面白くしてやろうっていうなんか猛烈にギラギラした感じで、ああいう芝居のテンションになってたんで、それをやっぱりこういいね、あのいろんなさ、有名なセリフだったりとか、そのデュラララの中で結構、メジャーなセリフをピックアップしてそれを収録したんですけれども、やっぱそれだけ撮るって結構僕は実はしんどくって、やっぱあのスタジオで小野くんがいて、マモちゃんがいて、トッシーがいてみたいな、で花澤香菜ちゃんがいてみたいな、ああいう空間があったから、相手よりも面白いことしてやろう、相手よりも上行ってやろう、上行ってやろうっていう、あえて下行ってみるかみたいな、なるほどね、そういう駆け引きがあって、結構いざやってやってたから、あのスタジオだからできてたってところは実はものすごいあるので、イザヤはそうかもしれんな、人を見て人をまあ騙すだったりとか、そのね、煙に巻くであったりとか、操るみたいなとこありましたからね。あの年齢感ですごいギラギラしてたっていうこともあって、ああいうテンションで芝居できてたから、あの今じゃあもう一回やりましょうってなったらまた全然違うくなっちゃうと思うし、それはね、あの時だからできたんだろうなって気はする、イザヤに関して言うとね。なるほどね、それをこう思い返しながら、こんなだったよなっていう風に思ってやってた。
でも出力は変わってなかったり、なんだったらその時よりも上がってたりするわけじゃないですか。そう ね技術だったりとか、やっぱメンタルっていう面で言うと、うんうん、よっぽど当時よりは優れたものを持ってるので、そういった意味ではいい音声は取れてるとは思うんだけれど、やっぱあの時にしかできない何かっていうものでデュラララはできたと思うから、だからなんかもう一回青春をやってるなと思いながらやってたんだもん、デュラって。あの時期ね、確かに。いや本当おっしゃる通りでですね、ギラギラしてましたね。特に一期の時はそうだよね。俺ほんとね、喉言わしてもうなくなっちゃうかと思うぐらい声出してた、だ今だったらなくさないでできるなと思って。そうだね、そういう技術を身につけてるからね。そう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 、なんかそういう発見というか確認もあって、俺またやれてよかったなってね思いましたね、この機会に。そっかそっか、今の技術でその過去のものをもう一回やるっていうのは確かに面白い試みだからね。まあ何よりね、まあ未だにデュラララをこう愛してくれる人がいるんだっていうこともね、そうだね、嬉しいし。コラボそれはありがたいですね。まあもちろん新しいものにもね、出会っていかなきゃいけないし、そういうものもちゃんと音声にしてったりとか、そういう先に関わっていくことも大切だけれども、まあ過去のことをじゃあ切り捨てたりとか忘れたりとか我々はしてるわけではないので、もちろんこういう機会があればね、全力でやらせてはいただくんですけど、まあデュラに関してはなんか僕はそういったイメージ、あ、青春だったなと思うし、あの時しかできなかったなと思いながらやってたな。まあでも演じられるようにはしときたいなとは思いますけどね。まあもちろんまだ映像化されてないエピソードとかもね、なくはないんで、そういう機会がもしかしたらあるかもしれないから、そういった意味ではいつそういう引き出し開けろって言われてもできるようにはしておきたいですけども ね、はい。というわけで引き続き皆様からのふつふつとお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アニメのミックスでは鈴村健一さんニューアルバムブライトが好評配信中です。収録曲のフルサイズをダウンロードいただいた方に壁紙をプレゼント、ぜひチェックしてください。続いて畑野渡さんニューシングルブレイカーズが好評配信中です、収録曲のフルサイズをダウンロードの上ご応募いただいた方全員に缶バッジをプレゼント、応募は12月7日まで。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメロミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DJS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DJS 裏談話室が来ます。さらに今週は番組秘蔵映像として先月開催したボノウィンをうっかり撮ってしまった動画も配信です。やっぱ撮ってたんだ。チャンネル登録よろしくね。神谷博士小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームちみみさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。ちみみのお便り。近年過去の映画が 4DX となって再上映されることが増えていますね。もし劇場版 DGS の 4DX バージョンが作られるとしたら、どんなシーンにどんな効果をつけたいですか？ちなみに私はちゃんこちゃんの食事シーンで吸い込まれる感じの風をつけてほしいです。4DX ね。まあ映画に合わせて揺れたり水が出たり匂いが出たりするあれでしょ？あれですよ。小野さん何か見たことあります？俺マッドマックスそれで見た気がする。怒りのデスロードかい？デスロード、はいはいはい、はい。それ楽しいじゃん絶対。楽しかったです。あれなんかなんて言うんだろうな、映画プラス乗り物の感覚がありますよね。そうだね、完全にライド系の何かだもんね。ライド系の何か、完全にそれ正しい、アトラクションに近い。アトラクションだよ 4DX は、もう僕 4DX で作品見た時ってあんまりいい思いがなくて、え、そうなの？もうアクアマンを見た時に、アクアマンも水のやつだから、ずっと水出んの。寒くてしょうがなくて、冬だからずっと出てる、ずっと出てんだよ。どういう風に？一応ね、ボタンで止めることもできんの。自分の座席はもう水が出ないようにするっていうのはできるわけ。でも最初のシーンで水出てきて、あ、これもうやだな、不愉快だなと思ったから止めたわけ。あ、止めたんだ。だけど左右の席だったりとか会場全体に出る水は止まんないんだよ。
そうか、もうみんな楽しんでるわけだからね、水を。すごいよね。ということで今回は DGS The Movie 3の映像を使ってですね、うん、4DX 体験をしていきたいと思います。合うかな。ではスタジオ移動しましょう。さあ僕らはいつものスタジオを出まして、文化放送12階にある 4DX スタジオに移動してきました。はい、いやさすが文化放送ですよ。放送局ですからね、うん、それは 4DX シアターがあります。あります。ここ見覚えあるけどね。いやいや、もう 4DX シアターですから、ここは。あ、そう、そのためだけに作られている施設なんで。新しく作ったんですね。そうですそうですそうです。文化放送は放送局なんで 4DX に対応しなきゃっていうことで急遽作られた 4DX なんですよ、ここは。なんかここでキャッチボールとかした覚えがあるんだけど。しかも今回ですね、はい、DGS 特捜班がですね 4DX 用の設備をいろいろとご用意するっていうね。あら、そうなんですね。プラスしてよりリアルに体験していただこうということで、はいはいはい、うん、4DX 搭載のシアターがあるにもかかわらず、DGS 特捜班が 4DX の設備をいろいろとご用意すると。さあこちらをご覧ください。すごいですね。まあね、こうテレビがあって椅子があって、ね、はい、テレビがある、椅子がある、はいはい、まあ、ペットボトルと、あとここにはドライアイスとね、はいはい、はい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 、ドライアイスありますね。カツオですね。カツオがあるね。スプレーが2つあったりとか、はいはいはい、まあ、あと砂とかね。これ何？何？笹の葉置いてあるね。うん、笹の葉とか。何これ？お塩とか。塩、うん、クラッカー。クラッカーもありますよ。え、うん、何でもあるんで。これは。じゃあ、ドライヤーもあるよ、ドライヤー。何？ 4DX の係を担当するんで。はい。問答無用だね。うん、4DX 担当するんで。大沢の映画のダイジェスト映像をご覧いただいて、はい、4DX を存分に体験してもらおうと。そういう趣旨ですか。俺 4DX 見に行った時 4DX 係の人いなかったけどね。いやいや、どこの劇場もいるよ。いるんだ 4DX 源さんがいるんだよ。ごめんなさいね、うん、気づかずに。いるいるいる。あ、担当の方いらっしゃるんですよ。いるいるいる、その道のプロの方、うん、いるいるいる。今日はじゃあ神谷さんがそれ担当して。僕はもう今日見よう見まねでありますけど、見よう見まねで、まあ、その道50年の 4DX 源さんっていうのは本当いるんですけど、はい、そうなんだ、最近の技術だと思うんですけどね。いやいや、もう50年やってますから。そうですね、神谷さんは。そう、僕は見よう見まねで。見よう見まね。今日初めてやりますけど。わかりました、まあまあでも楽しいね。でも、もう、はいはいはい、昔からあるスタジオですから、うん、ここはね。ここあれじゃないの。何？メディアプラスホールってやつじゃないのこれ。うん、違います。違いますか。わかりました。ごめんなさい、ごめんなさい。なんか余計なこと言ってましたね。で、50年ぐらい前からありますもんね。この社屋50年経ってる。あります。あります。はい、わかりました。じゃあここ椅子座りますね。座ってください。あ、すごい大画面が、大画面ありますよ、はい、目の前に広がっています。はいはいはい、あの、何？ディアガールストーリーズ・ザ・ムービー3の、ディアガール、はい、そう、ディアガールストーリーズ・ザ・ムービー3ポスター青の継承編、はい、4DX って。本当だ、 4DX だ、書いてありますから。貼ったね、あれ。え、 4DX って文字だけ雑に貼ったね。貼ってない、わが言ってんじゃない、最初からああいう仕様ですか。印刷されてる。分かったよ、まあ若干もうちょっとあのポスター色あせちゃった、ね、本当だよねこれね、ちょっとね、これで普通に DVD プレイヤー再生してるけど、はい、あ、始まった始まったぞ、やった、スタート、映画が急に始まったぞ、ワクワク、やっぱこう、はい、レーススタートっつって、あのカヌーをね、今仁淀川で漕いでます、うん、左、り風がきますか、左、え、風、ね、風来ますから、この高知のね、大自然をね、うわー、うん、なん、うわ、ダイソンの風に乗って、なんか水が、でも、あ、でも川ある。あるでしょ、すごいすごい。あの、うん、うん、水しぶき感あるよ、ちゃんと。うん、感じる、仁淀の風と、ほらほらほら、うん、川のせせらぎを感じる。うん、ありますか、それもね。うん、あの、なんだろう、うん、そんなにいいよ、もう、もういいよ。隣の先生から最高ぜよ、龍馬、さらばとー龍馬、あ、もう終わった、なんか、うん、今度はちょっと画面切り替わりましたよ、生まれの、続きます、はい、車ね、 4DX すげー、うわー、ちょっと待って待って、今神谷さんが運転してんだけど、うん、ハンドル一個も動いてないのに、いやいやいや、ものすごい、やっぱりこう 4DX って言えばやっぱ座席動きますんで、ちょっとあの高知の道、ここまでの道じゃないよ、いや、ボコボコでしたから、国道ね、うわ、ちょっと、ああ、止まった、あ、俺のギャグが不発だったら止まるんだ、止まりますね、
すごいインディージョーンズのトロッコじゃないんだから、こんなに、これギャグが不発だったからこうなってる。そうですね、やっぱこう運転のシーンはやっぱりこう座席が動きますよ。縦横無尽に動くんで、存分にそれをこう体感していただければ。 4DX 原さん、酔っちゃうんで、気持ち悪くなっちゃうんで。でも 4DX のそういうもんですからね。切るボタンないのこれ。切るボタンないですよ。ないの、残念ながら。ちょっとそうすると俺商売上がったりなんて。でもあれですよ、内田さんが受けてますよ。ああそうですね、いいじゃないですか。あ、ちょっと緩くなっちゃう。ちょっと緩くなっちゃう。落ちちょうだい、トンネル出たら落ちちょうだいだって。いや、ちょっとトンネルでこんな流れるのおかしいでしょって。すげえよ。かなりあのね、やっぱ風を感じたからね、オープンカーで。いや、こんなアップダウンないから。トンネルの中で。いや、気持ち悪いって。俺酔いやすいんだから。はい。いや、水もね、多少ね、トンネルの中の、トンネルの上から水滴垂れてますから。いや、あんまり浴びたくねえな、それ。自動で使用してるんでね。やめてよ。そうにした方がいいと思いますよ。諏訪さんも、諏訪さんも協力するの、フォーディング。ちょっと、はい、そうですね。何、何、トンネル出た。ちょっと緩くなったな、はい。今ね、でも地獄が繰り広げられてるんですよ、向こうでも。ドライブ終わった。すごい。砂浜を走ってる音がする。ね、はい、私とマスクちょっと下げてもらっていいですか。はい、口開けてもらっていいですか。はい。海？でも海に本当に海かな。なんか水うわっ、画面と合ってないんだけど。画面と多少合ってなくてもね。いやでも確かに高知の海の感じする。あとずっとね風は吹いてるね。風は吹いてるよ。何してんの？わあ、俺の靴に砂まくんじゃねえよ。うわ、気持ち悪い。ほらやめて。ちょっと神谷さん、神谷さん、砂がね、いやぴったり、砂がね、砂が僕のね、これ。ちょっと待って、しょっぱい。これしょっぱいよ。さっき気づかなかったけど、しょっぱ。あ、海なんで。海水なの？海水なんで。海入ってないし、靴気持ち悪いんだ、砂が入って。ああ、そう、ほら。勘弁してくれよ。落ちた。何なの？でもカメラマンさんが今海に飲まれました。そうだね。あのシーンやるためにして、水にさつけなきゃいけないんだよ。気持ち悪い。どうすか？え？ 4DX どうすか？いや、すごい臨場感です。臨場感ありました。はい。はい、高知に行った感じです。これ以上風もったいないんで止めてください。ビチョビチョなんですけど。え？ビチョビチョだし靴。気持ち悪いんですけど。だって 4DX だから。砂あるかい？砂あるよね。砂、本当にあるかい？うちはあるんです。うちはあるんです。あと気持ち悪い。すっごい気持ち悪い。あ、そうですか。ずっと揺れてたから、ですか車が。したら交代ですか？これちょっと、ちょっと変わっていいですか？はい、もちろん。僕堪能したんで。ありがとうございます。したらもう次僕はね、4DX 楽しみ番ですから。よろしくお願いしますよ。よし、じゃあ、お座りくださいよ。うわ、何これ砂だらけ、気持ち悪い。いや、はい、VTR さん、さあ、ね、雄大な自然ね。いやいいっすね。これ風出てんの、これ、風あれ風とか出ないですね。風出して水しぶきとかもっと来るかと思ってましたけど、これで待って、なんか、なんか川のなんかへっぺりに、あー、いや川のへりにあるさ、草に当たってるやつとかさ、そリアル。あー、結構、水すごい嫌だ。俺本当嫌なんで水やめてくれ。本当マジ水嫌だ。うわ、ちょ、俺画面見えねえじゃねえこれだと。もう当たってないから、もう当たってないから。水本当嫌だ。わあ、これまた草じゃねえか。あ、ちょっと草も本当嫌だ。ほん草やめろ。本当草、草そう過ぎた。草すぎたから。あー、でも綺麗ですね、水ね、やっぱね。あー、車だ。もうほら、車、チンカ橋に向かってる。そうです、車、車、ここで急に。あ、ドキドキチンカチャンスじゃないですか、これね。ドキドキチンカチャンス、揺らさないと。おー、
ですか。いや、やっぱりね、高知の道の悪さもね、やっぱりね、マジ脱輪注意ですかね。危ねえっすよ、鎮火橋のあたりですもんね。もうね、脱輪するともう本当終わりですからね。気持ち悪い。水ないじゃん、ここ水ないじゃん。これ発鎮ですから今、発鎮のシーンね、初鎮火橋これね、相当慎重に行ってますからね。そんな揺れてる、そんな揺れてる。慎重に発鎮ですよ。右に曲がりましたね、右にグーって行ってる。右にグーって行ってたら左に行きますから、左に。いやいやいや、一瞬マジしてんじゃん。気持ち悪い。いや、回っちゃってるとマジ気持ち悪いから。さあ、鎮火橋に。ここから突入しますからね。なんかあれですね、数年前なのに小野さんちょっと若く見えますね、やっぱりね。若いですね。なんで急にこんな若いんですか。で、おー、鎮火橋怖い、鎮火橋怖い。鎮火橋怖い、怖い、怖い、怖い。うわー、落ちてるやんけ、お前、これ、明らかに。いや水は、いやなんかそれ落ちてないから水いらねえから、画面と全く合ってない、画面と合ってない。でほらほら対向車、対向車来てるから、俺も慎重に慎重に慎重に、もうほとんどもう動いてないぐらいの感じで、もう本当にあので、10キロぐらいのスピードですから、全然もう本当に、あ、いやいやいや、すでに揺らすんで落ちるって、そこまで。いや、チンカーブ、チンカーブ、チンカーブ怖っ。さあクリアしました。クリアしてよかった。よかったですよ。オッケー、完全に軽くなる。オッケー、はい。おー、はい、これね、火をね、火だね。あ、これだ。火は危ないぞ。火は危ないぞ。あたた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 よしよし、これはドライアイスね。ドライアイスの煙か。あー、なるほど。これセルフで持たなきゃいけないの、はい、うわ、めんどくせ。いらねえよこれ、今ほら煙感じてるでしょ。煙来てるじゃん、完全に煙来てるよ。これセルフで持つもの、冷てえし、これ熱い、熱い、あー、熱い、ドライヤー熱い、いやドライヤーで終わっちゃってるし、なんかすごい変な感じ。ドライヤー熱いのに、あのドライアイスの煙は冷たい、この不思議な感じ。やめろって。今蒸せてますからね、諏訪さんがね。蒸せてね。あ、そうそう、この状態ですから。すごい煙出てるけど。はい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 、煙すごいよ、ね、カツオ焼けてますからね。カツオ、カツオちゃん、カツオ、生臭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 。生臭って、カツオ、カツオ生臭って、もうマジ、いやいや、生臭、生臭、カツオ、おうえ、何これ、何これ、何これ、あ、焼けてる、焼けてる、あの煙です、煙の、あの、いや、もう終わったよ、パチって、パチって、いやいや、終わったって。いやいや、もうカツオ生臭えんだよ。あ、終了、終了でございます。はい、いや、どうですか、4DX。堪能していただけましたでしょうか。いや、そうですね。あの、パンって何だったんですか、パンって。あの、火がはぜる。あ、それ何それ、何ですかそれ。クラッカーです。クラッカーですけど、それ何のための、どういう意味ですか。わら焼きです。火薬。あ、火薬のね、あの、焦げた匂いですか。あ、なるほど、そういうことか。全然わかんない。いや、生臭い。生臭い、ほんとマジ。生臭いんだ、カツオ。カツオの生の刺身。ね、マジそれ生臭いわ。これいいね。うわ。はい。終了、終了でございますよつって。はい。ということで、デアネームちみさん。ディアガールストーリーズ・ザ・ムービーのですね、4DX 版、ぜひ、ご期待ください。ご期待。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今回は神谷さんのボイスを配信します。のこのこきのこさんからリクエストいただいたこちらのセリフです。1ダウンじゃなくてですか、ゼロダウンですか、死ぬつもりですかっていうね、まあ、これ皆さんも肝に銘じていただきたいですよね。そうだね、必ずダウンロードしていただいてですね、うん、ダウンロードしていただいて、ダウンロードしていただいてですね、10月ぐらいに必ず聞いてですね、1年のうちに今少なくとも2ダウンはね、言っていただきたいもんですな。1で十分だよ、はい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します、お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。いやー、すごかったな 4DX ね。 4DX さ、うん、俺のスニーカーにめっちゃ砂入ってんだけど、ね、すごい不快なんだけど、なんでだろう、わかんない、
砂浜のシーンがあったからだよね、きっとね。そうだね。ただね、あの相当 4DX のシーンで盛り上がっちゃって、うん、はいはい、尺が相当いってんで、うん、そのシーンカットかもしれないですけどね、うん、だからただなんか知んないけど汚れてるって嫌だな、嫌だな、僕の靴が理由なく汚れてるっていう、ね、4DX 損じゃないですか、本当に。そうですね、使ってよ、その可能性ありますけどねさあ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 、はい、来週ですね、番組からお知らせがあるかもしれませんということをお知らせしておくというね、あらあら、 あら気になるじゃないの、謎の展開ですけれどもね、これ聞き逃せないですね、何かお知らせがあるかもしれないので、ね、ぜひぜひお聞き逃しなくよろしくお願いいたします、お願いいたします。番組の皆さんからのメッセージを待っております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号 105-8000 に文化放送、神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの仮です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送、DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第765話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。Yeah.